東京都議会議員選挙も3日目となりました。日本共産党の曽根はじめ、これまで24年間この皆様の声を都政に届け続けてまいりました。とりわけここ十条では、住民の皆様の多くを追い出す町壊し、これに反対する唯一の候補として今回もしっかりと頑張ってまいります。それでは初めにご紹介するのは新社会党福田光一企画議会議員です。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました新社会党の区議会議員福田光一です。どうぞよろしくお願いします。今日私がこの場所にいるのは、日本共産党の曽根はじめさん、日本共産党の候補者というだけではなく、市民と野党の共闘の候補者である、それを私新社会党として応援に駆けつけてまいりました。さて皆さん、今このコロナ禍で多くの社会の問題点、歪みが表に現れてきました。特に雇用の問題、私これ重要な問題だと思っております。このコロナ禍で多くの非正規雇用で働いている人たちが仕事を失った、雇用の調整弁などと言われ、何かあった時にすぐに首を切られる、そういった非正規雇用で働いている人が日本全国の働く人の約3分の1、2000万人以上もいる。その人たちがこのコロナ禍で多くの人が仕事を失った、それだけではなく住むところも失った、またあるいは子ども、女性の自殺率が高くなった、多くの問題、これがコロナ禍によってあぶり出されてきた。さらにこのコロナ禍でオリンピックを進めようとして止められない、これもまた一つの社会の歪みではないでしょうか。しかし皆さん、この社会の問題点、歪みは別にコロナ禍が作り出したわけではありません。今までこの国の社会が作り出してきたシステムがコロナ禍であぶり出されてきた、歪みが表面化してきたんです。だから皆さん、コロナが収まったからといって非正規雇用の働く人たちが減るわけではないし、女性や子どもの生きづらさがなくなるわけでもない、この社会を変えていかなければいけないんです。そして社会を変えていくには政治を変えていかなければいけないんです。皆さん、今回この企画から立候補している5人の有力候補のうち、曽根はじめさんだけがオリンピックに、今回のオリンピック開催に反対している。なんでオリンピック反対しないの、中止しないの、その声が多いにもかかわらず明確に反対を打ち出しているのは曽根さんだけです。その他にも病院の問題、雇用の問題、ジェンダーの問題、それを取り上げて今までの社会のこの点は間違ってる、だから変えていかなければいけない、それを訴えているのが曽根はじめさんなんです。だから私は一生懸命曽根さんを応援したい、そして曽根さんを都議会に送り出すことによって今の社会の歪みを生み出してきた今の政治の流れを変えていきたいんです。そのためにぜひ皆さんのお力をお貸しください。私たちと一緒に曽根さんを何としても東京都議会へと送り出してください。それをお願いいたしまして、私のお伝えとさせていただきます。ありがとうございました。ただいまのお伝えは福田光一企画委員会でした。どうもありがとうございます。